松屋だ。こんばんは。ポン酢タレって持ってきたけどさ、これでかけるやつだと思う。絶対違うっしょ。ドレッシングなかったの？あったけど、シーザーとかで、こっち系、さっぱり系が良かったの、うん、絶対これおろしのさ、牛丼にかけるやつだよ。そうだね、まあでも、いけるよね。え？いけるいける。マイクありがとう。まだいけるポン酢なら。こんばんは。ありがとうマイク。え、嘘でしょ、初めて見たそんな人。いけるって、無理かな。いけるいける。でも確かに、和風、茶和風行き過ぎかな。いいんじゃない。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。すっぴんなので、マスクつけときます。なんとなくマスクついてないのは、いっぱい加工してストーリーに載せてきました。そう、スクリーンちゃんのストーリーにはマスクなしが載ってます。いただきます。うん、わかるわかる。おいしい。うん、こんばんは。これもらった、ゆみちゃんに。あげた。ふふ、ふ隣にゆねちゃんがいます。ゆねは食べた、もうご飯。これは夜ご飯タイムです。牛飯頭、頭って何？牛ってことじゃない？牛ってこと？肉大盛りってことじゃない？頭っていうのが、え、わかんないわかんないわかんない。めっちゃ美味しそう。めっちゃいいじゃん。牛丼って私は食べないから。まあ、ゆねちゃん食べるよね。ゆね大好き、牛丼好き。週一はそうかも。月3ぐらいは行く。なんかすごい一人で行くってなったら牛丼食べてるイメージ。牛丼マジでしょっちゅう一人で行く。今マジで一時期はラーメンだった、それが。うん、今牛丼。次なんだろう、ちょっと予想してみよう。夏だけね、ちょっと牛丼きつくなってくるよね。冷麺食べたい。冷やし中華食べたい。冷やし中華マヨネーズかけて食べないじゃん、まあ。食べる、私何でもマヨネーズかける。いかんして嫌です。めっちゃマヨネーズかけるんだよね。こんばんは。うん、ん、今から餃子食べるんだって。いいな。いいな。私昨日食べたから。餃子昨日食べたの？うん。へえ。昨日は中華だった。わ、いいね。牛丼ありがとう。お手紙。ゆねちゃんって食べ物くれるんだねって書いてる。え、なんか1個あげるよりもうまんまあげる。1個あげる。くるみのためにも買ってくれたんだって。そうだよ。いるかなと思ったけど。くるみのこと好きでしょ。そうだよ。うん、ありがとう。そうだよって言われると思ってなかったですよ。うん、思わなかった。自分のもある。あ、なんかいい。自分のも買って。でもなんか、私もゆねちゃんと会ってテンション上がってる。やったねー。ありがとう、マイク。何これ、今、カラオケ習慣かなんかやってんの？え、なんか言うとね、すごいなんかパリピじゃない？なんかミラーボールとかさ、キョウちゃん家にありそうな。キュッピーミラーボールだったよね。うん。そして嫌です。本当ありがとう。え、上だけ頼めるんだけど、うどんって。え、めっちゃいいね。うん、米自分で炊いてってことでしょ、家で。なるほどね。あれもできるよね、ココイチのさ、カレーのルーだけテイクアウト。え、ご飯食べないってこと？なんかご飯は家で自分で炊いて、ールーだけテイクアウトしたらちょっと安いじゃん。あ、そういうこと？そう。ん、ありがとう、音符。こんばんは。
ミネちゃんとご飯食べに行くの？何食べに行くの？え、いつもバラバラだけど、この前行ったピザ美味しかったよ。いや、美味しかったよね。あれ、また行こう。うん、なんか行き当たりばったりで入ったお店が美味しかった。いや、美味しかったよね。どこだったっけ。しょっちゅうご飯行くよね。うん、月一では行ってるかな。全然行ってると思う。月一より行ってるか。うん、だから制服の目の頭に行ってたもんね。あ、そう、制服の目の時はなんか出てたよね。多かったけど、だってさ、5時開演とかだったね。え、そうだよね。終わるのが公園終わりのマック最強だよね。え、行ったね。行った行った。一番最強、染みてたよね、二人で。うん、あ、まじで制服の目さん出なくなったらご飯行く回数が減ると思うと寂しいね。いや、本当にあの合わなさすぎて。いや、それな、こんなに、あ、なんかさ、合わないって言ったって合うと思ってたからさ、うん、こんなに合わないんだって思った。合わないね。マジ、みんな インスタとかで見てる。わかるわかる。存在確認起きてるみたいな。もうなんかみんなみたいな感じ、推しの存在確認。え、分かる分かる。同期の存在確認してる。何してんだろうって感じ、みんな。だからなんか同期が SNS 更新してたらテンション上がる。分かる分かる。あ、ゆめちゃんストーリー上げてるとか思う。おやつ食べただけ。そう、犬のやつ。なんかちゃっかりハッシュタグもつけたよ。え、そうだよ。1ヶ月全く会わないはなさそうじゃない。1ヶ月全く会わなかったら会うよね、無理やりでもね。うん、1ヶ月はまだ経験してない、そんな経ってないから。無理じゃない、1ヶ月会わないは。無理、ちょっと連絡しちゃう。そうよね、あの、いつ空いてるって言っちゃう。普通に無理だよね。こんばんは。え、だって1ヶ月に1回ご飯行かんかったことなくない？うん、こんばんは。仲良くて何より、はい。はい、行き過ぎ、うちらがなんか一般に行き過ぎ。本当にありがとう、音符。こんなに行ってるのに朝日を行けてないって。いや、本当にね、本当に行きたいとこ行けてないの、うちら。え、そうそうそう、行き当たりばったりで、行きたいとこ何個も候補出してるのに、行き当たりばったりになるよね、毎回。そう、全然違うとこ行ってる。だよね。うん、行きたいとこのリストはめっちゃあるよね。うん、溜めてるよ、私。そうなの、うん、私はもう行きたいっていうのだけ言って忘れてるよ。なんでだろうね、二人ともふっかるにだからかな。ふっかるだよね。うん、私で前髪ボサボサ。伸びた？伸びた。今日ちょっと切ろう。今日切るね、みんな前髪やったし。切らんかもしれんけど。ありがとう、ドラマ。食べ物の好み合うの？何でも食べるからじゃない？いや、わかる。嫌いなものそんなないよね。うん、欲しいって言うなら、二人ともめっちゃ辛いのは食べないから。あ、そうそうそう、辛いの苦手だもんね。うん、なんか辛いラーメン食べたいとか、そうそうそう、辛い鍋が食べたいとかならないから。なんないね。それは合うかも。それだけじゃない。甘いの苦手な子いるじゃん。でも、くるみちゃんほど食べれない甘いもの。うん、そうだよね。うん、すっごい食べるよね、甘いもの。食べれると思っていうものもちゃんと食べるよね。なんか生クリームの塊みたいな。うん、エンボスさん、ありがとう。もうそんぐらいだよね。でも別に言うのも好きだし。なんかね、あれでしょ、パンケーキの上に乗ってるポップクリーム。あ、そうそうそう、もう ここまでいらんみたいな。ちょんちょんちょんでいいよって思っちゃう。うん、分かんない、多分22ぐらいになったら思うよ。思うかな。うん、そんなにいらんって思う。多分みんな思ってるよ。思うよね、みんな。パンケーキの上の生クリームあんないらんって。いや、嬉しい、生クリーム乗っとんのは嬉しいけど、なんなら添えでいいぐらいな感じ。半分でいいんだよね。半分でいいし、なんか添えて別置きとかでいいぐらい。多分みんなも分かってくれると思う。本当ありがとう。ほら、ちょっとでいい。20代超えたら分かる。ありがとう、レインボーさん。え、普通に多めがいい人いた。多めいいよね。全然いける人いたんだけど、悲しい。
わかる、一緒だよ。私も全然いける。悲しい悲しい。割と合ってる印象あるけど。何が？ゆなとくるみちゃん？うん、あら、あら、え、違う、前が自分の中で足りてない。前が合いすぎだったんだよね、多分。だし、ありがとう、くまちゃん。ゆなちゃんと合ってるのかもしれないけど、なんか合ってる感覚になれない。わかるわかる。なんか前が合いすぎて足りない。前週5ぐらい。学校。今が久しぶりの再会、久しぶりの再会だよ。いつあったっけ？一昨日ぐらいあったっけ？一昨日ご飯行ってね。一昨日ってない。一昨日じゃない。一週間前、そんな経ってない。いつだ？日曜日とか。あ、日曜日日曜日。日曜日だ。あら、木曜日だ。日曜日から木曜日。ほら、来すぎじゃない？四日も会ってない。ちょっと無理だよね。うん。ハト、ありがとう。いや、それは久しぶりと言わんのよとか言われてるけど、久しぶりなんだよ。いや、ダメだよ。ハト、ありがとう。そう、辛いもの食べない中の、あ、でも赤から食べてみたい。食べたことない。そう、私あるよ、全然。選べるよね、あれ。え、そう、だけど辛くないの選んだら美味しかったよ。うん、食べたい。でも夏終わった、じゃあ夏来るからちょっと違う？え、いいんじゃない？まだ いけるくない？かき氷食べたいよね。え、それだ？なんかおしゃれみたいな。去年食べれてないから、その今時かき氷的な。ね、わかる。今時かき氷やめて。え、そんなお祭りとかかき氷じゃなくてなんていうの、わかる？わかるよ。ってことは一番食べやすいかも、そのかき氷の。ちょっと高いやつね。ちょっとね、大きめの。ありがとう、おしーしかかたん。おしーしかかたん。おしーしかかたんよね。あ、私は激辛カレー大丈夫です。え、マジであれやばい。未完全のやつ。え、これってさ、ご飯の上にドボンしなくてもいい、した方がいい？え、私はするけど、しないならしないでも。ドボンしない？ありがとう、お花。ハートもありがとう。こんばんは。こんばんは、本当ありがとう。で一番合ってないの誰？最近？うん、リーナちゃん。あ、マジ？とアンズちゃん。いや、アンズちゃん合った。私サクかも。サク合ってない。キョッピーとサクはすれ違った。すれ違ったんだ。すれ違った。キョッピーとアンズちゃんは合った、この前公園ね。うん、リーナちゃんだ。リーナちゃん会ってない。あ、ほんと。一緒になることないじゃん。ないね。こんばんは。マジで6人でご飯行きたいんだけど、ちょっと。あと、ありがとう。まあ、サマーツアーまでちょうど1ヶ月だって。え、チームイどこが最初なの？名古屋かな。あ、名古屋から始まるんだ。名古屋、大阪、仙台。名古屋、大阪、仙台。へえ。こんばんは。キョッピーにサンプルあげた？うん。あ、そっか、誕生日の日だったね。私まだ渡せてないんだよね。こんばんは。会う予定、会える予定ないの？え、ない。買ってんだけど、ない。え、そうでしょ、福岡の宿値上がりするから、値上がりというか
マジで予約取れなくなるから早く取りな、みんな。マジでさ、めっちゃかぶってんの、なんかいろんなものが。お祭りやらライブやらがブワッてその日福岡であるけん取れなくなる。夏コンの、そうそうそう、福岡の日が絶対人多いよ。ありがとう、音符。16人手入してる。うーん、どこれさ、今やったらやるけどさ、あのちゃんとできるけどさ、うん、なんだっけ、アンテナのさやつ毎回ハイタッチしようとするけどちゃんとできたことないよね、制服の目で。めっちゃさ、めっちゃ2人とも気合入ってんのにさ、綺麗に重なったことないよね。仲悪いのかも。仲悪いよね、多分ね、うん、仲間の歌の最初も全然気合わんよね、うん、でもあれ最初さ、ハート作る時と合ってないけど、高さ全然違うしさ、ただ2人だけ楽しんでるよね。本当ありがとう、楽しかったね。超楽しいよね、こっちはね。みんな楽しんでくれてたかな、ゆうくるファン楽しんでくれてたかな。どうでしたか、どうでしたか、またやってるわとか思ってるかな。うん、ツインテールするんだね、一緒じゃん、リネちゃん。うん、ツインテールまで一緒とか運命だね。運命だね。23でツインテールする。1がハーフアップで、23ツインテールで、4休みで、56三つ編みする、うん、です。こんばんは。え、何が？え、メガネどうするか迷ってんだよね。メガネね、マジ度があるのしかなくて、一旦コンタクト外して入れようかな。コンタクト外してこう見とっていいかな。電波悪い？あれれれれ、あれれれれ、あれれれれ、初見です、ありがとうございます。あ、戻ってよかった。え、なんか100均とかの建物メガネ似合わんのよね。100均とかのメガネ売ってるの？売ってるらしいよ。だってメガネ似合わんちゃん、なんかめっちゃ似合わんメガネ多くない？うん、私も。だって自分のじゃないと似合わない。うん、わかる。ね、うん。あ、止まってた。あらあら。ペンライトありがとう。こんばんは。衣装のはね、借りれないね、メガネ。でもあれ当たり外れあるもんね。そうだね。でもパッて撮るから。え、そうなんだ。あんま選ばずに撮ってるんだけど。うん。時間なくて。そうそうそう。似合わんとき本当に似合わんよね。びっくりするもん、自分でも。あれみたいな。ありがとう、お花。みんな今日何してたのって聞こうと思ったけど、仕事か。今日何曜日？木曜日か。うん、くるみはレッスン頑張ってます。えらい。こんばんは、ありがとう。お花いいな。サマーツアー仙台行きたい。来てよ。行きたい。なんなら全部来てよ。名古屋と大阪も。名古屋は行けるよね。うん。すぐそこでしょ。ゼップだよ。ゼップ名古屋。大阪いいな。ユニバ行きたい。行ったよね。いつ行ったっけ。本当に行きたい。うん、なんか。いつ行ったっけ。冬？冬？ハロウィンじゃない？あ、ハロウィンだね。うん。ハロウィンに行きたかったんだよね。うん。
楽しかったね。うん、あ、本当に夢の国新しいエリアできてんでしょ。絶対入れないよ。やばいらしいよ、なんか2時とかから並んでたみたいなニュース見た。やば、夜の、うん、寝るわエリアに入るための列が2時から並んでた。寝る寝る、睡眠やばいよね。テント持ってたんだけど、入って疲れるよね。うん、すごいマジで。なんかさ、YouTuber の方とかがさ、なんか先に行っとるみたいな動画めっちゃ見てた。ああ、いいなーみたいな。 YouTuber なのかなえ、初めは YouTube ゆうくるですってとかいいじゃん、バズるかな、ちょっと難しいかな。うん、本当にありがとう。ディズニーなんかバズらせてくれるよきっと。本当、うん、ディズニー入れるぐらいまでなるかな。頑張ろう。頑張る。うん、みんなよろしくね、拡散。チャンネル登録してくれるって。ありがとう。一人増えた。五人ぐらい。五人ぐらい増えた。ありがとうアンプ。始めませんよ。ガチだと思われてる。始めませんよ。始めないです。こんばんは。ニラボルだ。ありがとう。手ちょうだい。何？手ちょうだい。ニラボル。ありがとう。本当ありがとう。こっから見た人は信じるの。確かに確かに、よくないよくない。よくないよくない、よくないよくない、何も始めないです今のインスタとツイッターをとショールームを拡散してください。お願いします。よろしくお願いします。でも編集とか超大変そう。うん、でもさ、なんかさ、やっぱりさ、字幕ある方がさ好きよ。私、ね、分かる分かる分かる。あのコスメとかのお知らせとか値段書いてくれてめっちゃ嬉しい。わかる？マジでそれ大事だよね。ありがとう音符。あとさ、そのさ、時間さ、やってるさ、うんうんうん、例えばだけど、うん、お寿司を食べる動画として、うんうんうん、例えばね、例えばだよ、こんなんないけど、多分マグロ食べました、サーモン食べましたみたいな、うんうんうん、で、マグロ、サーモンってさ、押したらその動画流れるじゃん、その秒数で、あれめっちゃいい。わかる、大変そう。でも、うん、ね、もっとスタバのほうじ茶&クラシックティーラテみたいな、なんかきょうちゃんの青春が始まるみたいな言ってたよねびっくりした。え、なんかツイートしてると思ったら、あ、スタバねなんかきょうちゃんの青春がどうのこうのみたいな、青春なんだあれ。そうなんだね。いつなくなったんだっけ。なんかなくなるってバーってなったの覚えてる。え、あれこれだったんだ。あんまちょっとよく分かんなくて。ね、ほうじ茶めっちゃ好きってわけじゃないけん、なんとも言えん。おいしい、おいしい。抹茶のが好き。あ、分かる。抹茶おいしいよね。すっぴんなんでマスクしてます。ほんとありがとう。ありがとう、ミラーボール。でもあれ飲んだことないかも、ほうじ茶。え、ほうじ茶を飲んだことがない。ほうじ茶クラシックティーラテ。あ、それはない。私もでも飲んでみた。なんかそんなきょうちゃんが青春とか言うぐらいなら、うん、結構喜んでたよね。うん、びっくりしちゃった。ありがとう、ミラーボール。きょうちゃんスタバ好きだもんね。うん、こんばんは。常に持ってるよね。でもいい、ありがとう。あ、憧れる、ああいうの。結構私常にセブンのカフェラって大好き。ありがとう、レインボースター。セブンイレブンアプリだね。アプリ、なんか今もやってんのかな。スタンプ集めれるのね。へえ。で、10個貯まったら1杯もらえるの。もらったの、それで。めっちゃ飲んでる、一生懸命。そう、めっちゃあれ飲んでる。いつも持ってない、割とあれ。うん、
なんか結構コーヒーとグミを常備してる。分かる。あとパンとビーダー。キモいよね組み合わせ。バラバラ。じゃあ自分がシーンによって違うの。例えば、うん、レッスンだったら、うん、パンとビーダー10秒チャージなの。うんうん、でも自主練だったら、うん、あのグミと、うん、あのコーヒー、うん、セット。うん、で公園だったら、うん、わかんない。公園お弁当食べるか。お弁当取れない日、取れない日、取れない日、一緒に出てないもん。あ、そっか、うん、あの塩結びです。塩結びとみたそうだ、塩結び、塩結び常備してる。そうそうそう、うん、ありがとう、アンプ。そうなんです、私の食べ物のルーティーン、うん、基本それだよね。基本それでも塩結びは公演前食べ、キシオムスビトビダーが公演前食べるもの、うん、前とかライブとか、うん、って感じ。こんばんは。あ、うん、今日はパン持ってなさそうです。今日パン持ってないよ。一種類パンないから。そうそうそう、一種類お腹すけばコンビニ行くけん、うん、ありがとうマイク。とりあえずお菓子と水があればね。そうそうそう、今日お菓子はちゃんとある。うん、今日はこれ、くるみちゃんのもある。パン持ってない日もあるよ。最近のおすすめお菓子、私は本当に忍者飯。なんでだ？忍者飯。え、私に影響されてんじゃん。うん、そうだよ。ずっと忍者飯好きって言ってる。何味？え、ぶどうからラムネを食べてる。そうだよ。梅食べれない。うん、分かる。私も食べれない。食べたことないけど、梅がめっちゃバクバク食べれる方じゃないから。そうそうそう。え、これバンドじゃないよ。バンドわかんない私。ブラックピンクね。ありがとう、音楽マイク。最近あれにハマったの、プリッツのホタテ醤油味。何それ。めっちゃ美味しいの。うん、あれ食べて、マジで美味しい。あれも美味しかった、この前のじゃがりこ。明太、明太もんだよね。うん、マジです。ピそう、プリちゃん細いやつ、うん、マジで美味しい。ハートありがとう。グッズ楽しみね。浴衣の載せてたね、写真。あ、そうそう、私も載せたいな。載せない。何色着てたっけ、まだ秘密。まだ言ってないけど、うん、言う。私は青と赤と白、白入ってた。そういう系。覚えてない。何だったっけ。あったくない、ゆうねちゃんと。だけど2人でえらい喋りながら喋るときめっちゃ撮影ゆっくりしてた、私たち、うん、ずっと喋ってたくない、うん、髪飾り一生さ選んでて。こんばんは。ん、いたよね一緒に。一緒に行ったよ。そうだよね、うん、こんばんは。浴衣、あ、サンプル写真出てたって本当見つけられなくて、サンプル写真ね。私もどこに電話出てたんだ。めっちゃ探したんだけど分かんなかった。マスクはね、すっぴんだからマスクです。あと、ありがとう、うちわのサンプルがあったんだって。うーん、ハートとレインボースターありがとう。ゆうねちゃんと年の差感じることある。だって、え、この前ジェネギだよねって話してたことあったよね。なんだっけ、なんだっけ、なんか言ってた、なんか言ってたけど忘れた。ハートありがとう。基本感じないよね。
私は感じてないけど分かんないでしょ。私も感じてない、年下と思ったことない。いいのか悪いのか分かんない。なんか年下だけんっていう気の使い方をしないかも。うん、まあ、しっかりしてるってことだよね。うん、そういうことにしとこう。しっかりしてる、しっかりしてない時も多いけど。え、嘘。限定品だよあれ。何が？浴衣のやつ。あ、ねね。ありがとう。元気だよ。みんなも元気？でもね、足だけが痛すぎて足の直し方を教えてほしい。お風呂浸かりな。そんなんで治らんよね。ね、でもお風呂浸かりって言われそうだよね。みんなにも。うん。うん、みんなの選択肢をなくさせてあげた。それ以外で考えるんだ、みんな。ありがとう、花とハート。谷さんにいつも言われた。リハ終わりとかになってさ、何してたのみたいなって、リハでしたって、ちゃんと風呂入るんよって言って、ちゃんとご飯食べるんよって、ちゃんと風呂入るんよしか言われん。ありがとう花、レインボースターありがとう。今から公演ですけど、終わったらちゃんとお風呂入るんよって。あ、足らしいじゃない、確かにいいね。うん、いいね。かたいる、ふくらはぎ、私ふくらはぎすぐに痛くなるの、昔から。うんうんうん、なんかマッサージ機みたいなの買った、やば、ここに巻くやつ。え、いいの？え、いいいいいい。風呂上がってドライヤーしながら、ここに足にマッサージ機のを巻いてドライヤーしてる。最強やん。そう。え、いいな。え、いいよ、おすすめ。こんばんは。それしたいぐらい。ん？それしたいぐらい。めっちゃいい。うん、そうだよね、湿布だよね。うん、湿布大事。足リラシートしたことない。うん、足リラシート経験、未経験者。いいよ、足リラシート。私家にあと1個ストックがある。本当ありがとう。いただきます。どうぞ。え、やば、私、うんって言ってる？言ってるか。なんて？なんかさ、この前のみかんの聞き方で、なんか最近イラッとしたことみたいなテーマの時に、同期3人が、ゆうねがうんって聞き返すことにイラッとくるみたいなの言って。聞く聞く。あ、言うんだ。めっちゃ言ってるよ。全然わかんなくて。うん？って言われる。言ってる？言われる。全然無意識だった気持ち。嫌なことそれ書いてるんだ、同期。イラッと、最近イラッとしたことだよ、テーマ。ひどくない？あ、ありがとう。慣れた、私。ん？慣れた？今、うんって言った。いかん。はなちゃんも分かるって言ってたよ、その3人か言ってたのに。分かる、先輩やん。めっちゃ先輩やね。マジでさ、そんな言ってんだと思って。うん、癖だよね、多分。多分ね、うん、うん、美味しい。でも話を聞いてないわけじゃないんだよね。うん、タイミングだよね、タイミングと聞こえなかった時。レインボースターありがとう、ハートファイトありがとう、こんばんは。うん、私の癖なんやろ。癖ある。癖？私って癖あるのかな。でもなんかアンケート書くときに、
なんだろうと思って、なんか、なんか大丈夫大丈夫ってすぐ言っちゃうのね。あーあー確かに。って言われて、うん、大丈夫大丈夫ってよく言ってるって。うん。だから書いたけど、うん。私癖なんだろうって思って。癖？癖？うん。なんかあるかな。慣れた。え、そう、多分一緒にいすぎても慣れちゃった。分かんないよね。よっしゃ、これ違う、関係ない関係ない、それは喋ってるからなんだろう、私癖、癖なんかあるかな。なんかありがとう。悩んでる悩んでる。なんかない？え？分かんないんだけど。感じたことない。ない？うん、なんかこれ独特だなとか思ったことないかも。でもなんかゆりちゃんのも聞いて、ああ確かにみたいになったから。そんな気になってはない？うん。おお、よかった。ガチ腹立つとか言ってたけっぴガチだったままの人だ。でも慣れたね。なるほど、じゃあ慣れてもらおう、うん、あの3人にも。そういう日もあるよねって言いがちだって、くるみちゃん言ってるよね。言うかもよく知ってるね。確かに言うかもしれん。そういう日あるって言う、うん、そういうことあるからってなる。うん、なんかマインド、うんうん、そういう感じで生きてる。どうにかなる精神。どうにかなる精神。ルビってあるじゃん。どう、なんかなんだっけ。マジでさ、クルミとリーナ MBTI 診断やりすぎないよね。あ、マジ一緒喋ってるから。3時間ぐらいどうするかなるみたいな。うんうん、の人か心配性かみたいな。うんうんうん、心配性ではあるから。確かに。でも。基本どうにかなる精神だから意味わかんないよね、そっち寄りなのね。だから心配性だよね。うん、ありがとう、アイスクリーム。いや、それは心配性、心配することは心配するよ。うん、ちゃんとやらなきゃって。うんうんうん、それはそう。うん、MBTI 診断さ、それこそ同期にやれって言われてやったんやけどさ、いやアルファベット4文字を覚えきらんくてさ初め覚えれないよね。うん、未だに今 MBTI 何って言われたら分かんない。そのやった後のスクショだけ残ってるから見れば分かるけど、うん、分かんない、覚えてない。あのちょっと長いアルファベット4文字が、うん、なんか初め日本語の方で覚えない？あー、なんか冒険家みたいな、うん、私何だったか忘れて、それすら覚えれないこんばんは。めっちゃ酸っぱいねこれ。え、そう、え、疲れてるかなと思って酸っぱいの。そういうこと。美味しい、カムカムレモン好き。え、美味しいよね。なんか他のも悪くない？何？カムカムなんちゃったみたいな。うん、カムカムシリーズ全部美味しい、うん、美味しい。ありがとう、結婚して嫌です。瀬戸内レモン、本当ありがとう。ありがとう、マイク。あれ、やばい、 INTP が通ります。離婚して嫌です。ハート、ありがとう。忍者飯もね、さっきまで食べてたんだよ。ええー。でも残りなんか2粒ぐらいしか入ってなくてすぐ食べちゃった。あまり痛くないが、ありがとう。ハート、ありがとう。まずリハの時に忍者飯ちょうどいいよね。忍者飯とラムネだけ常備して、うん、分かる、ラムネいるよね。もうね、
何でもいいから頭働けって思うよね。そうそうそう、なんか本当に一回マジで、うん、もう頭パンクしそうで、うん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 、もう逆になんか眠くなっちゃってやばいって思って、うんうん、で休憩の時にラムネ5粒ぐらい食べたの。分かる分かる分かる。でもパチって目開いて、ほんとめっちゃ元気になって、うん、たまたまなんだろうけどすごい。カフェイン、即カフェイン、あーコーヒー即カフェイン。いかんせん、嫌です。音符ペンライトありがとう。酸っぱそうなの顔に出てない。全然あの食べれる酸っぱさだから。今日もよく頑張った。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。マイク。忍者虫は目覚めないよ。覚めないね。普通に硬い美味しい海。わかる。え、ね、こういうさコーティングがあるもの好きなんだよね。わかる。忍者虫とかも。あの酸っぱい砂糖スティーみたいな。あ、でポイフル美味しくない？うん、ありがとう。んポイフル美味しい。お疲れ、ありがとう。ちっちゃい頃のハムめっちゃ食べた。いや、わかる。あのさ、ポイフルのね、おじいちゃんもポイフル好きだったんだけどさ、おじいちゃんが、あの砂糖がなんか嫌だみたいに言ってさ、私がさ、こうやってさ、爪でさ、砂糖を剥いておじいちゃんに渡してたの。やばくない？その砂糖、え、剥けるのあれなんか、バンってやったらさ、なんかあるやん、粉々なんていうか、はい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 、それでひとかけらずつ取っておじいちゃんにさ、なんかこだわりがすごいね。そう、おじいちゃんがこれが嫌だみたいなのだけど、私はおじいちゃんと一緒に食べたいから、うーん、私は別にいらないんだけど、おじいちゃんと一緒に食べたいがためにグミの皮を剥いてたの。やば、かわいいじゃん。かわいいよね、うん、自分で言ってるし私はひいおじいちゃんとひいおばあちゃんの家、うんうんうん、に行ったら毎回毎回板チョコとポテチがあるの買ってきてくれてるの。おじいちゃんちやね、うん、でしょ、うん、私ポテチ食べないのね。え、あんま。なんで？好きなんだけど、うん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 、チョコの、チョコ派なの。あ、そうね、うん、どうしてもチョコが好きだから、うん、だからチョコは食べてた。チョコ美味しいよね、うん、ポテチももらってたけどね。ポテチ何味派？幸せバター。あー、言ってたね。好き。あとあの筒のやつあるじゃん、うんうんうん、あれだったらサワークリームみたいな。サワークリームオニオン美味しいよね、うん、あれが好き。なんか変わったやつ好きだね私。ほんと？サワークリームオニオンって定番じゃない？幸せバターはちょっと私はあんまり。美味しいよ。ええー。か、うん、ピザポテト私大好きなんだけど食べない？ピザポテトあんま食べない。そう、ストレスがたまると夜中にあのでっかい袋のピザポテトとコーラをむさぼりつくっていうのをやってる。言ってたね。そう、よくないストレス発散を。たまにはいいんじゃないね、うん、4ヶ月に1回ぐらい結構たまにだった、思ったより。あ、ほんと？うん、月1とか言うんかと思った。あー、そんな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 しない？うん、そんなしない。そっか、たまにの。こんばんは。そう、本当にたまに。4ヶ月に1回って少なくないだってね。年3回だよ。全然ありだよね、うん、年3回なら。それお酒じゃなくてコーラだからね。可愛いでしょ、うん、あとありがとう。いや、私コーヒー飲まないかも。もう飲んじゃないよね、うん、いつも水だよね水か緑茶ね、好きなんだよね、うん、まあ、うん、水水ね、いつも水、うん、ジュースより水とかお茶じゃない？なんでだろうね、
コーラコーラってすぐ大丈夫すいません。ありがとうございました。こんばんは。でも本当に一番私のことを知ってると思う、ゆねちゃんは。本当に、うん、イエイこんばんは。確かに炭酸飲まない私。飲まないね。あんま得意じゃないんだよね。うん。ってなっちゃう。でも炭酸大好き。ジンジャーエールとか飲んだことない。嘘でしょ。本当。ジンジャーエール美味しいのに。ジンジャーエール飲んだことない。嘘。通ってこっちじゃない。私あのさあるじゃん、サイダーとかのさ、こんぐらいのさサイズをさ段ボールで売ってるとかあるじゃん。はいはいはい、はい、1本50円だけど段ボールで買ったら1本40円ぐらいになるよみたいな。うん、段ボールでみたいな夏になったらガチだね。そうだって安いからさ、うん、コストコでじゃがりこの段ボールとかを買うよ。うん、チャリに巻きつけてくるって書いてもう忙しい。樹液炭酸とか、うん、あんずちゃんも好きじゃない？割とみんな好きじゃない？うん、みんな飲んでるイメージある。それなりにリーナ謎じゃない？毎回ご飯行ってもさ、なんとでも言う。なんかさ、焼肉食べたら焼肉とデカビタ最高に合うわとか言うときさ、私あの子は本当に朝一からコーラいける人だからちょっと特殊ちょっと特殊すぎる。マジでさ、おもろいよね。トーク会とかに置いてあるさジュースの組み合わせ超キモいよね。え、すごいよね。だってさ、あのさ炭酸絶対置いてるの。分かる分かる。自分のそれもさ自分の机に。あれって多分トーク会とかだったらさ、リップが取れないようにストローで飲みたいっけんさ、三ツ矢サイダーとかにストロー刺したものトーク会取るけどさ、このさ大きいサイズのさ500ミリのペットボトルじゃなくてちっちゃいやつのペットボトルにさ、いらないから絶対。だけどストローが絶妙に長いしさ、そのままトーク会行ったわけ、絶対トーク会から帰ってきたら炭酸抜け取るしさ、めっちゃおもろくない？マジでおもろいよね。人それでリーナおもろいよね。そのままでいてほしい。逆に、いやマジでそれ本当におもろい。しょっちゅう謎の日本語使うよね。うん、でもエリーナちゃんは、うんね、うん、そう、生き方ロックだよね。分かる分かる。もう何知るかすか分かんない。次何食べるの、次何飲むのみたいな。なんかマジ肉じゃがとコーラとかさ、そのなんでも多分コーラのとコーラさん飲める、ね、道をサイドとかそんなんだよね、うん、全然怖い。あとさ、トーク会のケータリングってそんなになくなることないのね。なくなることないのに、新しいのが出たらすぐ取り入ってさ、次トーク会でもさ、冷めたの食べようよなくならんけみたいな。いや、なくなるかもしれんとか言ってさ、先に全部取っとるけんさ、マジでお前いつも冷めたご飯食べてる面白い面白いよね。あ、さっきツイッターにこれ載せようと思ったの忘れてた。あーやってるよみたいな、忘れちゃった。まだ間に合う？いやもうあとだって10分ぐらいで配信終わるでしょ。意味ないか、やめとこう、やめとこう全然リーナおもろい、本当に面白いね。みんな面白い、わかるこんばんは。ガハリで初ツーセットイエイ、楽しみ。ゆねちゃんのレーン行きたい。え？え、6部いる？6部いるよ。6部やってる？やってる。いや、あれさ、レーン飛びに行きたい。あー、しようよそれ。ね、合格キスの時ね。うん、しようしよう。したい。覚えてるかな？多分ゆねは忘れてる。え、やっぱやってみよう、配信中だよって。あとちょっとだよ。いけるいけるいけるか。うん、こんばんは。オッケー、初見の方ありがとう。
ハートありがとう。やばい、めっちゃ今日やった曲歌えそうになった。アウト。めっちゃ流れてる頭に。ハートありがとう。え、髪伸びた、確かに伸びたよね。あ、わかんないかも。うん、こっからだよ、うん、伸びたよね。めっちゃ切ってたもんね、うん、私でも切ってたぐらいが好きだけどね。ほんと？うん、短いって言ってた時ぐらいが好き。あれは短かった。え、あんぐらいが私今のゆねちゃんよりちょっと短いぐらい。え、それはないよ。ゆねちゃんぐらいか。え、もうちょっと長いや、多分。いや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 、めっちゃ短かったよ。いや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 、えー、そう、あんぐらいが好き。ほんと？うん。え、絶対歌っちゃいけないでしょ。絶対歌っちゃダメだ。歌わないよ。ハートありがとう。前髪全く固まらない。あ、ミラーボール来た。いえい。制服が芽を出すよ。ありがとう。今制服の芽か。もう終わってるかな。終わってそうだね。8時までって。あ、そっかそっか。しか出られない。出たいね。うん、マジで2人で狼とプライドやりたいよね。やろうよ。ね。いい。イライモール。何度消しても燃え上がる。いいですね。私ジェラシー全部覚えなきゃいけなくなる。はい、頑張ってください。教えてね。はい、頑張ってください。教えてください。はい、難しそうだもん、なんかこう感想ぐちゃぐちゃみたいな。大丈夫ですみたいな。やってない。大丈夫です。なんか難しそう。一緒にやりましょう。お願いします。はい、あと、ありがとう。隣のバナナ、隣のバナナも一緒二人でやってほしい。隣のバナナって何？隣のバナナ。え、見てすごい、このタワー虹がかかってる。ありがとう。え、すごい。ありがとう、さっちゃんさん。ありがとう。かわいい。最近自主練合わないよね。なんかさ、たまたま行ってたまたま会う時とかあるんだけどさ。え、合わないよね、最近。合わないね。なんでだろうね。なんでだろうね。だろうね。本当ありがとう。本当ありがとう。万華鏡くるくると回しながら。私万華鏡好き。万華鏡やってみたい。あ、じゃあ万華鏡が出たらいい。うん、ぜひとも呼んで。ね。私万華鏡大好きだよ。万華鏡いい曲じゃない。めっちゃいい曲だし、なんかダンスもなんか衣装も可愛いし、うん。全部いい。MC もあるし。ね、楽しい。万華鏡やりたいな。万華鏡やったら見てくれる？でも狼とプライド見らんことはないと思うよ。捨てがたい。え、でも万華鏡は狼とプライドでも全然余裕持って着替えられる。でも枯れ葉が出れないな。枯れ葉も。ああ、そう、三脚もちょっと厳しいか。欲張りだね。欲張り。でもまあ貪欲に行こう。じゃあ私が一曲で2分間もし挟むか。うん、よろしく。今日の担当は私、ハラユリが出させていただきます。じゃんけんぽんって枯れ葉が流れてめっちゃ嫌だ、そのじゃんけんからの枯れ葉。うん、何で万華鏡したいね。したい。万華鏡楽しいよ。なんかリハカレいい曲すぎて。わかる。見てた、めっちゃ。わかるわかる。うん、全部出る。じゃあ私が2分間見せ、計3回ぐらい、4回ぐらいするみ、うん、か、それかも全部私真っ白な服で出る。あー、なるほどね。うん、拝んどけばいいんじゃない、全部。そうだね。でもお前の以上は白いワンピースだと変だから、上に革ジャン羽を。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いけるいけるギリ。狼でも衣装かわいいよね。あ、そうね。うん、脱いで、まあ、白でもいいじゃん、最悪。うん、何でもあり、何でもあり。何次、六冠か。あー、でも第6巻の水色が踊るよ間に。確かに着替える。確かに早く、超早く。ちょっとちょっとなんか羽織って、うん、で次枯れ葉だからちょうど白じゃん。あの間に着替える。脱いで、で万華鏡も白でいきそうだから、うん、のまあ、これこれしてね、めっちゃいいじゃん。いける、よくない？いける。
よろしく、そういう感じで。ね、オオカミとプライドやりたい。ね。今、六冠って略した。六冠って略しちゃった。六冠って略しちゃダメなのかな。いいんじゃない。え、なんで知ってるの。ちょっと待って、ちょっと待って、なんで知ってるんだろう。誰が。え、かわいいんだけど。もう最初のやつが見えなかった。これ言っていいのかな。頑張ったご。え、でもいかわいいやつだったよ。本当。なに。今日サマーツアーのレッスンだから。なんかちょっとサマーツアーだから見た。うん、黒のゼッキン着てるの。同期に報告するために写真撮ったの。今日黒のゼッキン着てたからさ、皆さんみんなに業務連絡って、ね、黒のゼッキン着たよって。そうだから、まあチームだったのね。うんうんうん、チーム。うん、でなんか待ち受けマヤさんにしてるの、うん、その2愛のホログラムのシングルイベントの時に、うんうんうん、違う、間違えた、配信の時だ。なんか一人で撮らせてくださいみたいな言ってる。そう、撮らせてもらって、それを待ち受けにしてるの私。うん、じゃあそれがレッスン中に見えてたらしくて恥ずかしい。でもあのマヤさんマジ可愛い。でも喜んでくれて LINE が今来ました。恥ずかしいね。でもいい愛だもんね。いいことみんなも待ち受け来る身でしょ。絶対嬉しい。あれマヤさんファン欲しいよ。そうだよね、めっちゃ可愛いの。マジで可愛い。マジでマヤさん何でも可愛いけど、マジでめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ちゃんと撮れたんだよね私。ちゃんとオタクが撮るけんちゃんと可愛い。ちゃんと、しかもね、一応さ、ちゃんと写真いっぱい撮るじゃん日頃から、うん、それをもうオタク目線で撮らせてもらったから、うん、めっちゃ可愛い。超可愛いんだよね。こんばんは。じゃあ共有する場所迷うよね。でもあれはもう一人のものにしてきないよ。いいの、マヤさんファンめっちゃ可愛いよあれ。あのホログラム衣装なかなか見れない。さ、シングルのさ、ツーショットとかでさ、うん、ね、そう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 、見れるけどさ、そんな見ないじゃん。でもみんな着てんじゃない、ツーショットかい選抜アイホロの衣装。あ、でもライブとかで着るか。ピンクの方が着てそう、うん、これからどうなんだろうね、着るかな。たまに着ないシングル衣装、うん、ね。でもどうなんだろうね、フェスとかさ、暑そう、あの衣装だったら。長袖、長袖でもじゃ長袖だけど、じゃノースリーブっちゃノースリーブみたいな。そうだよね。でもなんかココフラとかよりは涼しそう。あ、そうなんだ。インスピとかめっちゃ暑い。うん、インスピって長袖だっけ。長袖、長袖、うん、え、わかんない、長袖だった気がする。でも靴めっちゃ踊りやすい、インスピとかココフラ。スニーカー、うん、そっか、違うもんね。めっちゃ踊りやすい、あの靴。え、ホーム画面ずっと変えてないよ。ずっとあれだよね。そりゃそうじゃん。そりゃそうだよ、変えてないよ。マジで可愛いもん、あれ。本当に、ずっとあれ。変える予定もないです。今のところ。絶対マヤさんファン欲しいだろうな。うん、あ、16日にアイホロの衣装着るんだって、マヤさん。この前、約束したんだよね。ツーショット会一緒に撮りたいですって言った、うん、あら、ユナより先にそんなこと言ってる人がいたんだ。え、だってさ、後輩と撮ってたからさ。あら、あ、あ、こんなキャラだったんだ、ユネちゃん。でも結構知ってる、ユネちゃんのファンの皆さん、ユネちゃんって結構重たいんだよ。だってあれ、生田の里行った時にさ、黄色と鼻のさ、あったのね。ははは、エゴさんだって言ってさ、アップにしてさ、黄色とピンクだけが映るように。めっちゃ重いんだよ、意外と。こう見えて、意外とね、何も思ってなさそうでしょ。そうですよ、そんな、ね、すごいんだよ。だってさ、エゴさん知られてないね。エゴさんに届いてしまったら大変。言っていいのかな、可愛いから言うけどさ、何、ちょ、ま、ゆねちゃんファンの方にね、なみなみなみさ、昇格した時にみんなでいたのね。あ、いたね。ご飯食べてたの、うん、みんなで。すごい、ね、その時にやっぱりさ、うん、やっぱりさ、ってかそのゆうねちゃんの推しメンの方、うん、先輩から、うん、おめでとうって LINE が来てたんだよね。そう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 、言ったんだっけ、違う、言ったんだゆうねちゃん。え、そう、昇格しましたみたいな、報告してたのゆうねちゃんが。それでおめでとうみたいな
最初の LINE が来た時に一生悩んでたの。もうなんか私たちが悩む以上に悩んでたの。どうしようこれみたいな、僕じゃないみたいな。でさ、考えなさそうでしょ。だってでさ、あと谷さんが送ってきた送ってきてくださった LINE が長文プラススタンプだったの。そうで、スタンプしか見えてなかったんだよね。だけあ、めっちゃなんか報告したけど、スタンプだけかみたいな落ち込んでたら、その前に長文があってめっちゃ泣きそうになった。そう、そう、でもめっちゃ湧いてた。そうなった、長文あるめっちゃ書いてくれて、そうすごいんだよ、この子意外と。でもさ、そのスタンプしか一緒に見えてなかったけどさ、スタンプで応援されたと思って、うん、忙しいんだよね。そうそうそう、それはそう、それはそう、スタンプ返してくださっただけでも、うん、ありがたいけど、そう、目を通してくれた、くださっただけでも、読んでくれたわけでもあるし、既読ついただけでもありがたいけど、わかるわかる。でもね、ちょっとね、そうなんだけど、まさかのね、みたいな、ありえんぐらい長文で返ってきてて、めっちゃテンションマックスみたいな、ね、そうそうそう、すごくない？樹液ってこんな、こんなにいっぱい6人いるんだよ。そうなんよね。めっちゃ可愛い、ありがとう、音符ありがとう。なんかさ、樹液ってさ、先輩は神様だと思って。そうそうそう、なんかさ、めっちゃ神様、裏でね、裏でだよ。もう本当に先輩は神様みたいな、神と思ってるけど。そうなんだよね、なんかマインドそんな感じだよね。わかる、まあ多分ここが特に、わかるわかるわかる、ぐいぐい行かないじゃん。わかる。でも来られれば自分は嬉しいの。そうそう、来てくださったら喋るんだけど、そのさ、なんて言うんだろう、わかる、言いたいこと、ね、わかる。なんか先輩の時間をみたいな思っちゃうよね。喋りたいけど、なんか先輩の時間を、申し訳ない、もしかしたら帰って5分でも寝たいかもしれないんや。もしかしたらよ、わかんないじゃん、もしかしたら練習したい曲があるかもしれないやん。そうだ、先輩がお弁当取ってなかったら全力で取らないし。わかるわかる、もし先輩が肉食べたいと思ったらどうしようもね。でも全然そんな風思わんよ、先輩は。ね、でもね、過剰なんだよね、こっちが。過剰すぎるんだけどね。ありがとう、マイク。まあ、いい子なのかな、どうなんだろう。わかんない。喋りかけたら、喋りかけてもらえたら超嬉しいよね。そうそう、それはめっちゃ嬉しい。ルンルンだよね。かね、だから次からもその喋りかけてくださった方っていうの、なんていうのにはいけるようになるんだ。分かる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 、マジで自分からはいけない。そう、分かる。でもそんなことないんだろうけど、ね、気にしすぎね、うん、まあいいよ、だって後輩だもん。うん、でも後輩から来られる分には超嬉しいよね。うん、こんばんは。そうなんよね、ゆうなより多分くるみちゃんのがひどいと思う。え、そうかな、ゆうなちゃんだいぶだよ。いや、ここ二人がもう過剰なんだよね。え、ほんと、うん、嘘だって、うん。いや、もうどうだろう。そうなん、私の人天使なんよ。そうなんよ、天使なんよ、天使なんよ、わかる、うん、神っていうか天使なんよ。そうなんよ、そうなんよね。洗脳されてるんだね、多分ゆうちゃんに。私もね、絶対に違うからね。もし私が SK に入ってなくてもこうだからね。えくるみちゃんはこれ、ありがとう。そんな私のせいにしないで、絶対に違うから。まあいいや、いいことだよ。良くないことではない、良くないことではない、良くないことではない。尊敬、8時半過ぎてた。ね、本当に。順位発表します。はい、どうぞ。1位、さっちゃん、このタワー、ありがとう、虹のタワー。めっちゃ可愛い、これ。なんか豪華。ありがとう、さっちゃん。いつもありがとうございます。虹、虹、ココミンだ。ココミン。2位は、お疲れ様。ごめんなさい、すみません、どうぞ。2位は成高さん、ありがとう。3位はデイブンさん、ありがとう。4位はスブタンさん、ありがとう。5位はカズキさん、ありがとう。ここ民意識ではなかったっぽい。あ、でも可愛くてありがとう、こんな風に言ってくれて。6位はクスちゃんさん、ありがとう。6位、ありがとう。7位は、7
7位はさとちゃん、ありがとう。7位ありがとうね。8位はパンダくん、ありがとう。9位はプラティパスさん、9位ありがとうございます。10位はロッドシフトさん、10位ありがとう。11位はナルタンさん、ありがとう。12位は群馬のターちゃん、ありがとう。13位はやっくんまめさん、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは次はくるみちゃんです。くるみのランキングを読みます。どうした？あ、聞いて聞いて。では読みますね。13位たくやまる、ありがとう。13位おめでとう。あ、はいはい、すいませんね、なんか合ってんの？しげさん、てかそれ食べ過ぎじゃないの？3粒しかない。違う、ゆめちゃん1粒しかない。いや、ゆめちゃん5時ぐらいから食べてるもん。さっき食べて美味しかったから知ったんで。11位ブルルさん、ありがとうございます。11位おめでとう。弱いよ、弱いよ、弱い弱い。4粒でさ、音を出すには厳しいものが。ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。そして9位ペコポン、ありがとう。9位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして8位ふうたさん、ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そしてあ、変わっちゃった。あー、あるあるですね。10位岩尾さん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして7位正春さん、ありがとうございます。7位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして6位スランプくん、ありがとうございます。6位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして5位アンキューさん、ありがとうございます。5位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして4位ピースケさん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして3位にゃんとさん、ありがとうございます。3位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして2位がんばれっとさん、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとうございます。そして1位ポートグリルさん、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとうございます。よ、今日も一日お疲れ様でした。イエーイ、明日も一日頑張ろうね。イエーイ。くるみちゃんって10時までだっけ配信？そうだよ。あ、なるほどね。今日は早めでした。イエイ、いいですね。みんな明日もお仕事頑張って。頑張ってね、頑張ってね。今日も一日お疲れ様でした。じゃあね。あ、ツーショット会明日までだよ。そうなの？明日までって7日までじゃない？確かのお昼12時とかのやつ。ん、え、うん、あ、お昼12時だって。みんな来て、来てほしいです。切実に、切実に、切実に。ユークルのツインの合格キス、ね、来て、来てください。合格キス待ってるね。昇格して1回目だからね、着れるの。そう、衣装で髪型変えれるの初めてだからね。来てー、みんな待ってるからね。お願い。やばい、やばい、やばい。来たくんだよって来てくれる、みんな。みんな来たくんだよ、来てね。おかしいね、日本語分かんないや。あの日本語の作り方分かんない。難しい。来たくんだよ、来たくんだよって。見てね、みんな待ってるね。泣いてないよ、大丈夫です。うん、元気です。元気です。みんなに会うために元気でいるので来てください。お待ちしてます。じゃあね。すっぴんなんし、前髪もちょっと帽子かぶってたからボサボサだけど、バイバーイ。バイバーイ。
ありがとうございました。ちょっと待ってます。バイバーイ。